ぼんメラルシーンより強いな。秘宝だからね。ちょっと育て方失敗したから5000いかなかったけど。あ、そうだ。凄ましい群生ばっかしてる。4回とリームメダルセット。あれ神エンマの容器があるよ。ちょっとやめようか。やめやめよう。神エンマの容器か。まあ、それか。このメダルでよろしいですか。はい、違うか。神エンマの容器ってあれ何に使えるの。俺ら、スリー持ってないからあんま関係ない。すごい。ウテーソンか。そうか、数時間だよ。いつものあれかと思った。砂嵐かと思った。日本用のフレームが決まって、セット。あ、ウテーソン好きなんだよな。特別な妖怪が、レジャーモードの宝物が、まあ、任せるから。お父さんが元気やった。ひろとりがいい。力は大事だ。危ない。おすすめのマップがありますよ。トレジャーモード、勝負をお待ちください。ボスは誰が一番欲しいの。8段のボス誰が一番欲しいの。ゴテッキ。ゴテッキ差し入れた。確かにあの必殺技がかっこいいから。宝箱を増やしましょう。2つもあるじゃん。マスクスキル発動。レア2つだった。妖怪が飛び出してきました。まだ何がありそうですよ。妖怪が飛び出してきました。まだ何かありそうですよ。寝口しみなら全てもらえます。妖怪が飛び出してきました。まだ何かありそうですよ。左か右だろ。まだ何かありそうです。全部ダメだったね。上から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 、こちらで見て。ここでいい。どっちかな。ここでいい。ああ、出る。あれ、あったから。わあ、まだ何かありそうです。じゃあ上だ。上だけ。罠だと思ったんだよこれ。じゃあこれも罠だ。偽物っていうのいいっすか。下のやつ罠だと思ったよ。しかもエスレアだ。やったじゃん。28レベル最悪じゃん。いいね。だって強いメンバーだから絶対勝てる。わかんないよ。いやだってみんなレベル10、20でしょ。18か20。ジャネがブーだ。大釜もいる。大釜4000。火の鳥5380。火の鳥5380。これはいいね。マジでね、これ使い強いから売るぞ。これでもちゃんと揃えないと本当勝てないよ。わかった。超強い。いやみんな早いな。しかも28ってさすがだな。あ、大王だ。大王がパックした。パックしやがった。ラウンド2。揃えろ。やる気まんまめです。やる気まんまめです。いいね。さすが。全体攻撃っぽい。やる気がみなぎる。いけそう。全員。全員も来ない。あ、やしかも外ればっかりだ。あ、まっすぐ。
ャスティン。見えるかなこれ。ちょっとさ、召喚カードはさ、あれを使ってほしいな。え、あれって？ね、なんだ？少なくとも無限ダッシュはやめてほしい。何？ダウンするやつにしよう。パワーダウンするやつ。パワーダウンするやつ。召喚カードを使うチャンス。それでいい。やるまでゴンビ。召喚ジャンパスロット発動。ファンタスティック。ジャネガ君倒せなかったか。もったいない。もったいないけどしょうがない。ゲット！すごいいっぱいもらったな。
たくさんゲットできましたね。 あれテクニック玉とかかな。今回のポイントはテクニック玉だよ、上のやつは。たくさん集まりましたね。これ200は多分いかねえな。まあ、神秘の水晶玉も生まれてきたからね。ガシャ2回だな。ガシャを回しましょう。3個だな。金だ。あ、青龍だ。青龍持ってるっけ。あ、まただ。あ、豪快だ。あ、豪快持ってるっけ。持ってない。やったじゃん。え、なんで一つ星コインで S ランクで五つ星コインで B ランクなの。俺一つ星の海いいね。一つ星コインで二つ S ランク出たよね。豪華ゲットしようよ。あ、豪華にしようね。うん。いや、さすがだね。ラッキーだね、今の。いや、今のめっちゃラッキーじゃない。寿司、寿司、寿司、動画増えましたよ。とにかく寿司で。トグロジンカウンター効果発動。よく見られてボタンを押すべきです。いいんじゃない。いい気がする。おお、1個いっちゃったか。まあいいや。いいよね、これ。いいですよ。お任せたい相手の俺だ。ガムガムだ。どうする。守りの方が強いよ、これ。ガムガムにしよう。守り、こいつ守りだから。どうする。まず SS で。ああ、寿司がないから SS がいいな。でも、これ、おやって自分だよ。そうだね。寿司だね。妖怪を使いこい、行こう行こう行こう。なんか大きい妖怪が2人たの、2人いるんだけど。いいね、大成功。4レベル上がる。4レベルか。妖怪って何が強いの。守り。守りか。あのね、力が上がってんだけど。高いの高いな。